どうも、コマです。はい、今回もコメント返ししていきましょう。コマラさんは焼きマシュマロ好きですか？僕は1個で満足しちゃいます。焼きマシュマロ食べたことありません。まずマシュマロを全然食わへん。子供の頃以来食ってへんな、多分。マシュマロって僕の中で全然メジャーじゃないね。食べへんな。味も思い出せんぐらい食ってないね。なんか舌触り悪かったイメージはある。僕マシュマロって言われたらもう食べ物のマシュマロより、あれもな、マリオ RPG のマロしか出てこへんもん。マロは好きやったな。あのちょんまげ生えてる感じが可愛くてよかったね。マシュマロだな。コンビニでたまに売ってんの見るけど、マシュマロの中身って基本何入ってんの？チョコ入りマシュマロみたいなのはね、なんか美味しそうやなと思って見てる時あるけど、まあでもマシュマロはええかなと思ってスルーしてます。なんかおすすめのマシュマロあったら今度食べてみるわ。教えて。ポコピーランドはもう行きましたか？行ってない。全然行ってない。行きたいなと思ってんねんけど、もう VR 準備するのがめんどくさすぎて、ゴールデンウィークに行こうと考えてます。それまでポコピーランドが閉園しひんことを願ってるわ。あえてもう永遠に残り続けるんかな？ VR チャットの世界ってさ、維持するのになんかお金とかかかんの？もしそうだとしたら急いで行かなあかんよね。10年ぐらいは残ってほしいね。小原さんもいるし。プリフランポワーズさんがピーナッツくんの変身の遅さ、かっこ1ヶ月ほど待たされたようです。にお気持ち表明しておりましたが、そんなに彼の方は変身遅いんですか？ 1 ヶ月も待たされたん。プリフランポワーズさん。ね。また1ヶ月やったらマシやね。帰ってくるだけマシやね。僕2年待たされてるけど。動画作ったけどこれ投稿してもらっていいですかって送って、僕2年ぐらい無視され続けてるけど。ごめん、2年は言い過ぎた。1年半やった。1年半です。6ヶ月さば読んじゃった。まあ、基本的に返信遅い人ってあれやろ、いろいろ連絡先連絡してる人が多いから、なんかこれ準備してくださいよってメール来て、やばい、これ返信してしまったら急いで手かけなあかんから、メールに気づかんふりして2、3日経ったぐらいから返信しようと思ったらそのまま忘れちゃったパターンとかじゃないよ。僕は返信めっちゃ早いけどね。もう、LINE で、なんか、未読が増えるのが嫌やからさ。返信遅い人ってまず既読つけへんと思うね。既読してしまったら返信したらあかんからさ。そう、LINE の未読の数が増えれば増えるほどさ、なんか、もうええやってなるやん。LINE の未読が1とか2やったら、やばいこれ読まなあかんなってなって読むくない？LINE との、LINE のアカウント、LINE のロールの左下に数字つくやん。今、3つ4つ未読ですよって。あれたまんの嫌ねんな。貯める人って100、200くらい貯めるやん。僕は基本的にそこに数字が見えんのが嫌やからさ。すぐ既読つけちゃって。もう既読つけたからには返信返さなあかんからな。もう忘れちゃうかもしれんし。だから僕は返信早い方やね。ただこれが人間関係100、200くらい増えていったらめんどくさくなるんやとは思う。それだけ忙しいってことなんじゃないかなと思うよ。たまにさ、お母さんに、コンビニ行くけどなんか買ってきてほしいもんあるって LINE するんよ。3日後に帰ってくるね。3日後に牛乳買ってきてって言われるんだ。いやいやいや。僕の予定してたそのコンビニ旅行、コンビニ用件は終わらしてるよ、その3日前に。ってなることはある。小村さんが宿敵と手を組むとしたら相手は誰ですか？宿敵ってさ、あれやんな、長いことライバル関係である敵ってことやんな。そうなると月の水戸さんじゃないな。宿敵、そして手を組む可能性がある。ポンポコさんかな。ポンポコさんやな。ピーナッツくんがさらわれた時にやむなし手組むんちゃう。この VTuber 界2大可愛いと言われてる。コモラ&ポンポコが、ピーナッツくんをさらった月の水戸を倒しに行くんちゃう、二人で協力して。負けそう。負けそう。勝てる未来が見えへん。コモラさんはいくらでもいいから飯をおごってやるって言われたら何だいますか？いくらでもいいから飯をおごってやるか。言うて高いところ行けよな。そんなこと言われたら高いところ逆に行けへんよね。と言っても安すぎるところ行くのもなんか遠慮してるのが透けて見えるから、まあまあそこそこの値段のところ焼肉ぐらいになるんちゃう。
牛丼食いたいけど、今の気分とかやったら牛丼でチー牛食いたいけど、何でもいいから飯おごってやる、じゃあちょっと牛丼食いましょうよ、なかなかならへんよね。何でもいい言うてんのに牛丼ってお前ってなりそうやん。まあ適当にガストとか行って、ガストで高めのメニュー頼むんちゃう。おごってやる言われても困るよね。別にお金に困ってへんし。何にこいつ僕に恩を売ろうと思ってんねんとしか思えへんよな。まあガストで一番高いハンバーグだかステーキだかを食べるんじゃないでしょうか。小原さんはメス書きは好きかも。二次元のメス書きはまあ可愛いからいいけど、三次元リアルのメス書きは多分イラッとするから嫌いやと思う。多分無理やね。リアルメス書き出てきたら僕多分嫌いやと思う。言葉の暴力浴びせちゃうかもね。可愛いから許されてるもんやろ、メス書きなんて。 VTuber でもメス書きキャラいるけどさ、あんな VTuber の側外してみ、もうブチ切れよ多分見てるやつら。VTuber の側があるからコメントで可愛い可愛いわメスガキわらわらみたいに言ってるけどさ、あれがもう急に何かの表紙でカメラがオンになって普通のおばさんが出てきてび、もうスパちゃんの返金騒ぎになっちゃうで。やっぱ見た目は大事やでと思うね、メスガキムーブで。そのなんか創作上やから許せるんよな多分。あの年下がなんかね、バトメスガキってなんかあれやろ、バトを浴びせてくるんやろ。あんまり詳しくないから、なんか僕の適当なイメージで今喋ってるけどさ、まあ、リアルで来られると僕は困るね。ジョジョの中で小村さんの一番好きなキャラと使ってみたいスタンド能力は何ですか？基本4部のキャラ好きやな。僕、フンガミユーヤとか好きやで。匂いで探索するやつ。敵かと、敵やったけど、なんかちょっとだけ男気見せて、一回味方になったりとかする中途半端な立ち位置のキャラ好きです。もうちょっと活躍してほしかったな。使ってみたいスタンド、なんやろうね。なんやろうね。誰かに使ってほしいスタンドだったらあれあるけどね。あのなんか、6部であった漫画のキャラとかを全世界に登場させるスタンド使いたよな。全然意味わからんけど。あれアニメでどうなったやろ？アニメまだ見てへんねんな。でもあれ、世界混乱するからね、使ってみたいスタンドやろ。普通に、時止めるザワールドが一番なんか使いやすいんちゃうかな。使ってみたいって言ったらあれ、なんか一番想像しやすくない？ね、スタープラチナとかただ普通に殴ってるだけやん。でも、時止めやったらなんか、俺今能力使ってる感一番出るよな。で、なんだかんだ、ね、周りにあんま迷惑かからへんスタンドでもあるし、ザ・ワールドがいいんじゃないでしょうか。そうやね、基本的に発言したら迷惑かけるのばっかやからな。スタンドって周りに不都合しか起こらんのばっかよね。あーでも岸辺露伴ええな。岸辺露伴あれヘブンズドアええな。上司に使って書き換えたい、上司の考えを。コボランのことがシュキシュキになるとか書いたらどうなるんやろと思わへん。いつも怒ってる上司がそんなことになったらどうなるんやろ。あまりにも気持ち悪くなったらちょっと記憶消し飛ばすかもしれんけど、廃人にさせるかもしれんけど、ヘブンズはええかもしれんな。好きなチェリオドリンクはありますか？なんか迷彩柄のやつ。もうチェリオもね、全然飲んでへんからね、もう味も思い出せへんけど、迷彩柄のあれが好きでした。あとなんか日本サイダーっていう富士山が描かれてるやつが美味しかった記憶があります。チェリオなぁ、100円で安いんやけど、近くにもう一番いいか一番近い自販機もチェリオやねんけど、なんかもう買わんくなったな。なんかあれやね、大人になってからちょっと飽きやすくなったな、チェリオ。あんま連続して飲めんくなった。子供の頃はガブガブ飲んでた気するけど、ちょっと味が安っぽいねんな。ピーナッツくんが町中華にハマってるみたいですが、小村さんが中華料理の中で一番好きな料理は何ですか？中華料理がよくわからへんけどね。チンジャウロースが好きです。親戚のお兄さんがチンジャウロースめっちゃ好きやから、中華料理って言われたらチンジャウロースしか出てこへん。ラーメンって中華料理？中華料理と韓国料理と日本料理結構ごっちゃごちゃで、さすがに日本料理は違うな。
韓国料理と中華料理がごっちゃになってるからいまいちわからへん。チンジャオロースです。醤油ぶっかけます。もしもゲームが存在しない世界だったら何にハマったと思いますか？ゲームって範囲めっちゃ広くない？言うたらスポーツもゲームやん。ゲームが存在しないの？テレビゲームって意味かな？テレビゲームって意味やったら、なんか適当にスポーツしてるんちゃう？気軽に家でできる。いや、してへんな。映画やな。映画見てると思う。ずっと映画見てるんちゃう？もう、とんでもない映画オタクになってそう。フランシス・ヨーク・モーガンみたいに、会話の後に、そう、これはまるで、スピルバーグの、インディ・ジョーンズだよとか言って、そこからうんちく語り始めるんちゃう？一人で。僕も脳内で友達作っちゃうかも。ここ数年、家庭菜園や観葉植物にハマっているのですが、小村さん、家庭菜園や観葉植物に興味ありますか？興味ないね。申し訳ない。興味ないね。僕、そういう植物とかペットとか買わんようにしてる。だって僕、命をないがしろにしちゃうもん。絶対途中で飽きて、育てんのやめて、ね、勝手に死んどるわってなると思うで。僕はそういう命を扱ったらあかん人だと思ってるから。このね、結構周りの命に無頓着がゆえにあんまり触れたらあかんなって思うんで。絶対2、3日で水やり忘れるで。それを危機として雑談で喋っちゃうと思うから炎上すると思うからね。僕は触れたらあかん系の趣味やと思ってるよ、そこら辺は。普通の趣味と違って途中でやめることが許されへんやん、そういう命扱うと。そこら辺もちょっとハードル高いよね。僕はちょっと興味ないし、興味を持ったらあかんと思ってる。小村さんがゲーム実況する上で気をつけていることありますか？ないな、もうないかな。初期の頃は今よりもうちょっと発言過激やったと思うねんけど、でちょっとなんか気をつけた方がええんかな、ちょっと気をつけた方がええかなと思い始めて、でももう最近もうええかなと思ってる。別にね、炎上してもええやんっていう感じになってるね。あんまり気を使いすぎんように逆にしようとしてるな。気使いすぎると面白くないやん、人間って。もうチャット GPT が僕まさにそれやと思うねんな。あいつめっちゃ気使うんよ、発言するたびに。なんかチャット GPT で AI が喋ってくれるなんかあるやん、チャットで喋ってくれるやつ。ちょっとブラックジョーク言ってみてよって僕ちょっと語りかけてみたことあるんよ。じゃあもうめっちゃ前置き置きよんねんな。これは決して特定の人を差別するような意図はありません。もしあなたが不快に思ったなら誠に申し訳ございません。決してそういう意図はないんですよ。今からブラックジョークを言いますねって言ってブラックジョーク言いよんねん。全然面白くないね。ただでさえ面白くないのにその前置きのせいでさらに面白くないよね。そうやな。気をつけすぎんのは面白くないってことをね、最近気をつけてます。あーもう面白くないわ、もう面白くないわ、気をつけちゃってるもん。小村さんは靴下いつ捨てますか？完全に穴が開いたタイミングですか？穴がうっすら開きそうになったタイミングですか？お母さんが捨てた時捨てます。僕は捨てません。たとえ穴が開いても履いてます。でも穴が開いてるもの怒られるので、穴が見えないように履くね、とりあえず。別に穴開いてもさ、靴下履ければ僕それでいいと思ってるからね。多少穴開いたぐらいだったら普通に履いてるけど、で、いつか結局親にバレて捨てなさいって言われて捨ててる感じ。僕自身捨てようと思って捨てたことはないな、靴下は。小村さんが友達からもらって嬉しいプレゼントは何ですか？金。金。あ、ゲームとか僕買ってもらったらめっちゃ嬉しいな。でもまあ、大人になってから自分でいっぱい買うようになったからあれやけど。学生時代、子供時代にゲームとか買ってもらったらもうめっちゃ嬉しいんじゃう？友達から。一時期はうさらびさんと誕生日になんか猫の T シャツを送り合う関係やったけど、2年ぐらいで終わったな、その関係。僕らプレゼント送り合うブーム終わってしまったな。1年に1回しか起こり得ないイベントやから続かなかったね。もういつの間にかお互いの誕生日忘れるっていうね。最初の2年だけやった、お互いの誕生日覚えてた。もういつか覚えてへん。だいたいこれぐらいの季節やったようなぐらいしか覚えてへん。滋賀県のいいところ5つ教えてください。滋賀県のいいところは、琵琶湖がある、小村さんがいる、ピーナッツくんがいる、ポンポコさんがいる、琵琶湖がある。あれ、まあリアルに行くと、まあ琵琶湖があるはいいことやろ多分。
琵琶湖1位、あとなんかね、田舎やけど、なんか昔ニュースか記事かでなんか読んだよな、滋賀県民は、まあ、都会ではないねんけどちょっとあの近代物が好きみたいな県民性があるらしいよね。新しいもの好きというか、電化製品とかそういうの結構好きな傾向があるらしくて、だから比較的他の田舎とかよりかは最新のものを集めようという意思があるんじゃ、そこら辺いいことやと思う。でまあ田舎僕田舎って結構いいことやと思ってんな。都会ってちょっと行きづらさやな、人多くて。あと2つは、あと2つなんかある？滋賀県のいいところ知らんわ。まず滋賀県しか知らんからさ、他と比べていいところなんてまず分からんよ。この3つです。まああとは小村さんがいるとピーナッツくんがいるで OK、 宣伝しといて。小村さんのゲーム以外のストレス発散は何ですか？車の中で叫ぶことじゃん。これ大体の人だと思うけど、大体の人はそうだと思うけど、車の中で叫ぶで、イライラしてるときはコマーって叫ぶで、コマーって。なんなら僕ゲームでストレス溜まってる気がするの。昨日も鬼畜ゲームずっとやっててストレスめっちゃ溜まったからね。でまあ実家暮らしだからあんま家の中で叫ぶことできんからさ、大体もう車の中で叫ぶね、運転中、出社するときぐらい。あと寝ることやね。普段あんま寝えへんから、稀に長期睡眠取った時は結構ストレス解消になってる気がする。だから無理やり時間作って寝ることが大事なんじゃないでしょうかって感じやな。レトロゲーの実況とかする予定ありますか？したいのあったらする感じやね。レトロゲーは結構見栄えをよくできるの少ないからな。あんまりやる気起きひんな。最近あったらロックマンエグゼやってくれよっていうコメントもあるけどね。ロックマンエグゼは実況難しいね、絶対。長いしな。あれはあんまやる気起きんね。配信用アカウントでやったバイオのヒロインを守るように、仁王立ちする小村さんのサムネはウサラブさんが書かれたのでしょうか。あれは、ツイッターで書いてくれてる人がいて、握り拳大五郎さんという人が書いてくれました。かわいいね、あれ。最近はサラビさん絵描いてるんかな。あんま描いてるイメージないね。僕も描いてへんし。小村さんはダーツたしなんでるんですか？うまいですか？ダーツはたしなんでません。一回なんか家にダーツがあったから遊んでたけど、あれやね、普通に的に当たらへんからさ、壁に穴開けまくってなんか怒られた記憶あるわ。お母さんがなんか、これでもう穴開いてたら家売るときとかこのせいで安くなんねんねって言われて、で売る予定ないやろと思うよ。なんでちょっと今家売る気やねんこいつって思ったもん。まあその時の壁もリフォームしたんでなくなりましたけどね。ダーツ真面目にやったことないね。いまいちルールとかわからんし、点数とかはなんとなくわかってるけど、なんでダーツってあんなイケメンがやるイメージあるんやろうな。別にあんな立って矢投げるだけやんね。どっちかっていうと弓道よりやから陰キャよりやん。やのにダーツってなんかおしゃれなバーでイケメンが投げてるぜみたいな雰囲気あるよね。ちょっと雰囲気作りに成功してるようなダーツは、弓道と違って。弓道ってもう陰キャやん。弓道は陰キャの巣窟やからね。弓道と卓球はもう陰キャでやる部活みたいなイメージになってるやん。弓道さんも頑張ってほしいね。そういうイメージ作りを。リトルホープみたいにラブやゼミの人たちと旅行したことありますか？ないね。大学の研究室のメンバーとかいたいけど、一切仲良くならへんだな。黙々と一人で作業してた。遊びに行ったりとか絶対しんだもんな。最後の日ぐらいやな。卒業研究終わって、みんな、なんとか単位もらえて。まあ最後ぐらいちょっと飲もうや、とか言って、研究所のところで、研究室のところで、スーパーで買ってきたお酒みんなに飲んだぐらいやね。似たような職種行くわけやから、もし仕事上で、出会ったらよろしくね、みたいなこと言って、結局その関係の仕事も辞めちゃったから、もう会うことないんやけど。そういうのはあったね。それぐらいやね。旅行とかも絶対誘われてもいかんかったわ。タイムスリップとかタイムトラベラーって信じます？ジョン・タイターとか有名なタイムトラベラーがいますが、小村さんそういった類のものを信じます？信じないね。だってないやろ。タイムスリップとタイムトラベラーね。タイムトラベラーって未来から来た人やんな。
だって未来から来てたらもっとなんか話題になってるやろ。ジョン・タイターとか、ジョン・タイターってもう多分オタクしか知らんやろ。だから未来から来た人はネットで書き込みしてたやったっけ。たまたま予言が当たっただけじゃないだと思うしね。ほんまにタイムトラベラーいるとしたらもっと生きりまくるやろ。タイムトラベラーさん、俺未来から来たんだぜってこれからコロナ流行るぜってめっちゃ生きりまくるじゃないの。まずコロナが流行るって予言したやつがいい日の時点で僕タイムトラベラーいい日と思うしね。あんだけ流行った病原体がね、あんだけ流行ったらもう言い当ててくれな。全人類割と困ったんやからさそれは教えてくれよ。で、わからへんな。その、コロナレベルで流行った病原体とかもっとあったのかもしれんけど、それをタイムトラベラーが未然に防いでくれたから僕らが知らんだけで、もしかしたら無数に病原体が100個ぐらいあったんちゃう？未来では。だからタイムトラベラーがそのうちの99個を未然で防いでくれてん。たまたま一つミスってコロナだけがすり抜けてきてしまったとかいうパターンあるかもしれんけどね。そう考えたら未来相当やばいよねってなるから多分おらんね。だからタイムスリップは信じてないです。ちなみに最近友達のザラベさんは相対性理論にハマってて、頭のいい会話してたよ僕ら二人で。相対性理論なって、あれねってね、もう あれがこれでこれがこれねってもう超頭いい会話してたよね。もう内容全然覚えてへんけど僕はうんうんしか言ってへんからまあで、光の絶対性っていう話になったんよ。この世の中で一番速さが出るものは光らしいよ。光以上に速いものはないって。で、この光のスピードは相対性理論がうんちゃらかんちゃらで、何があってもこのスピードが変わることはない。これってすごくねって話を二人でしてたよ。ただこの光より速い物質この光より速いものを見つけたとき、時間は逆戻るって話をお互いでちょっと頭いかがしてたよね。じゃあ、キザル最強やなって話落ち着いた。っていう話をしてました。ワンピースのキザルはやばいっていう話をしてた。ね、頭いいやろ、僕ら。普段からそんな会話しちゃうから。友達と喋ってて相対性理論の話する？ね、野球ボールを50キロで投げたとするじゃん？それって50キロやん。ただ電車の中で50キロまっすぐ投げるとするじゃん？その電車の外から見たら、それは50キロなのかみたいな話をね、してました。もう覚えてへんけど。小村さんの考える最高の父親って何ですか？お金くれて、僕がやることに何も文句言わなくて、お金くれて、借りながら、なんか、僕を守ってくれてて、さらにお金くれる人かな。あんまり関わってこうへんくて自由にさせる父親がええんちゃう。僕がそれが最高の父親やね。多分僕がそのなんか変なこととかしひんからな。それがベストやと思うな。僕がもし変なことするような子供やったら、不良とか、やったら殴って止めるのが最高の父親なんじゃないかなって思う。とりあえず自由にやらせてくれる親が一番ええんじゃないかなって思うで。だってそれが一番楽しいやん。自由にできてんねやから。と思うから、それが最高の父親なんじゃないでしょうか。そう思うと僕のお父さんは割と最高の父親に近いかもしれんね。別に何も言ってこへんし食事中にちょっとうるさいぐらいやね。僕の人生については特に触れてこへんから、まあ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 最高寄りの父親ではあるんじゃないでしょうか。他の父親が知らんからあれやねんけどさ、みんなはなんか言ってくんの、こういう仕事しろとか、進路について結構ダメ出ししてくんの、そこをそのこの進路は良くないとか、お前早く結婚しろよとか言ってくんの。昔言われたわ、そういえば。昔言われたわ。よく結婚しろって。最近言われてへんな。とうとう諦めたか。最高の父親じゃなかったわ。僕諦めさせたから最高の父親になったんや。僕最高の父親を作り上げてるかもしれん。自分好みの父親にキャラメイクするのがみんな大事かもしれんで。せやな、昔よくなんか文句言われたわ。そういえば。もう忘れてたね、その頃の時代を。ああ、大学進学とか、よくよく考えたらなんか言われた気するわ。全部無視してたからあれやけど。まあ、なんか、みんな自由に生きよう。ということで、はい、今回以上でいいかな。はい、まだちょっとコメント残ってるけど、また近々コメント返ししましょう。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。